はい。おはんでございます。今日は、昨日の続きのギルド・オブ・ダンジョニアリングの続きでございますね。続き毎回2回言ってますけど。じゃあ行きましょうか。あ、ちょっと、カード出し、片方止めてみましょう。もう2時間過ぎたはずなんで、片方止めとかないと効率が悪い。デスクトップのクソゲーのショートカットが綺麗になっちゃってるじゃないですか。ちょっと、ラデオのドライバー入れ直したときに、デスクトップのショートカットがぐちゃぐちゃになっちゃいまして、さすがに、ね、汚くて元に戻すのはめんどくさいんで、ここに、このゲームっていうフォルダ作って、ここに全部ぶち込んだりま、全部じゃないや、半分ぐらいぶち込みました。なもんで、デスクトップには、とりあえず遊ぶゲームだけ置こうかなってことに しております。ちょっと、ね、すっきりしましたね。常に遊ばなきゃいけないゲームが、デスクトップ上にあるのは、プレッシャーになって精神的によろしくないので、まあ、まあいいかと。まあまあまあ。そういえばこの、使ってるレベルメーターが、あれですね、音棒から変えてしまって、かためかどうかわかりませんけど、再生リダイレクトが音入らなくなって、ああ入りませんね。で、ゲーム音の方のボリュームが見られないですね。故に今はマイク専用のボリュームメーターになってます。まあこれはこれでいいんですけどね。マイクが入っていないことはわかるんで、この OBS のこのレベルメーターって見にくいんで、まあまあいいかと。こんなというか、こういう類のレベルメーターで、見やすくて使い、新しい環境でも、最新の環境でも使えるソフトってないでしょうかね。これほんと古いソフトなんで、できれば、ね、新しいの使いたいんですけど。マイクのゲインちょっと下げてもらっていいですか。マイクのゲインちょっと下げて、お、了解です。あ、確かにこれ、クリップノイズ発生してますね。90。これぐらいでどうですか？まだでかいかな？どうでしょうかね。あ。だいたい、これぐらいが、こっちで調整してますけど、これで90ぐらいですね。85ぐらいする？あ。これだと、クリップ発生しにくくなったかな。まあ、遠慮なく何度でも調整の指示してもらえば直しますので、こういう指示って、私も、他の配信で気になるときに指摘するんですけど、あんまり何度も指摘しちゃうの気が引けちゃうんで、ある程度直ったらやめちゃうんですけど、私の場合は気にしないんで、できればベストな状況を教えてもらうと嬉しいですね。よし、じゃあ行きましょうか。これ、ちなみにこのデスクトップの四隅のショートカットは、ウィンドウの取り込み位置をチェックするための場所ですね。だいたいこの内側入りますよっていう。そうだそうだ。じゃあ一番盛り上がるところで接戦を制すような調整してください。それは難しいですね。極めて難しいですね。ほんと運次第ですからね。このゲームの公式サイトを見ていたら、この歌の歌詞がありましたね。サウンドトラックのページに情報がありました。あれどこだ。バイナウだったかな。お、カラオケ配信来るか。歌詞、カタカナじゃない。さすがに私は
もろもろの問題で歌うのは厳しいですけど、あれ、あ、そっかそっか、歌詞、あれ変換されないな、なんだこれ、あ、間違った、あれ F4 で変換できなかったっけ、変換できませんね、どういうこと、あ、そうか、一点歌詞にしてこれで検索すればあったはずだね、これかな、これが公式のサイトの歌詞コピペしたものらしいんですね、あ、これか、どれだ、この曲か、おかしいな、公式サイトにあったんだけどな、ちょっと見当たらないんで、歌詞サイト行くとあるっぽいですね、これ違うな、まあ公式にありましたよってことですいませんね、今晩ち、ハマでございます、何してるんです、このゲームのオープニングの歌の歌詞があったので確認しようかと思ったんですけど、公式サイトにあったはずのものが見当たらないんで、ちょっと今探してるとこです、 YouTube の方には歌詞があるんですけどね、おかしいな、どこで見つけたんだろう、これかな、サウンドトラックのページにあったんですけどね、公式のサウンドトラックのページにあったんですけど、公式のページが、あ、これ画像だ、公式のページが非常に分かりづらい、あ、これもしかしてウィキの方にあったのかな、ゲームペディア、これ違うよな、プレスかな、ブックマークしていないから分かりませんね、うん、プレスかな、うん、ないね、このページ一つのページにまとまってるのをリンクで飛ばしてるだけなんで、ないな、まあ、あ、DLC ってある、これだ、なんかとろいね、割とどうでもいいわら私も同様、DLC のパイレスコープだな、サウンドトラックってあったんだけど、わかんないな、まあいいや、とりあえず探せばありますよってことで、じゃあゲーム行きましょうか、このゲームバグなのかどうか怪しいんですけど、 BGM が止まったりするんですよね、うん、まあいいでしょう、じゃあ行きましょう、前回の続き、レンジャーを仲間に入れたんでかなり戦闘が楽になりました、お金200円なんで、次はカードじゃなくて魔法使い、アルケミストか、この何でしたっけ、読み方前回書いてもらったんだけど、シェイプシフターか、シェイプシフターさんを入れたいと思う、これかもしくはこっちのアルケミスト、魔法系だからこっちかな、いやこれも使いづらいな、来復回復とか、これだったらばこっちのシェイプシフターの方がいいんじゃないかな、あ、こっちの方がいいわ、この人を雇いましょう、
ウィントなんで、グロースレベル1最初から持ってる。こっちは何持ってんだ？今日は誰を置いてけぼりにして殺すんですか？あれは、初めて脱出したんで、あんなことが起こるとは思っていなかった。すいません。申し訳ない。ね、できる限り脱出とかはしないでっていうより、あれ、脱出するぐらいだったらば、ね、戦って死んでもらった方がいいですよね。まだ報われると思う。ブレスセドっていうのが、プラス1とオールヒーリング。回復がプラス1になるから、あ、この回復のカードが実質2になるんだ。ああ、これも悪くないね。でもライフ、最初から4は少なすぎるな。このカード引いて、満タンの状態でカード引いて、ハートを増やすっていう、それが必要か。やっぱ他よりライフは1低いんだ。で、バーバリアンは？バーバリアン同じか。バーバリアンは火力が高いけど、殴るとライフが減っちゃうね。ニューゲインウィズスタンド、フォーツーラウンド。これなんだ？死んでも2ラウンド生き残れるってこと？老筋の名にふさわしいスペックだなわら。これ厳しすぎませんかね。これ下手すれば雑魚戦でも死ぬ可能性がありますね。このマイナス2とかじゃなくてマイナス3だったらまだ敵の攻撃食らっても差し引き敵の方がマイナスでしょうけど、2だとギリギリ敵の方がマイナスじゃない、敵の方がプラスじゃないかな。あ、ちゃんと書いてあるな。Cannot go below 1 HP this turn or next。 これあれか。スタンドっていう能力を2ラウンドの間得られるんじゃない。それが何かってことだけど、これ多分これ上に書いてあるこれじゃないかな。ライフが 1で2ターンだけ生き残れるのかな。ディスターンオアネクスト。多分このターンで殺されても1、このターンと次のターンだけ生き残れるんじゃないかな。最後の何ですか、命の灯火を使って戦うのっていうか、そういうスキルかな。使いづらいなこれ。だったらアルケミストの方がいいですね。ちょっとヘッドホンのボリュームがでかい。ライフ1以下にならん、マッチ的な何か。あ、そういうこと。敵の幽霊が使ってくるスキルみたいなもんですかね。2ターンの間だけ耐えられるんだ。ガッツ的な何か。なるほど。なるほど。でもどっちにしろ使いづらいですね。だったらやっぱり安定したアルケミストかな。回復がある分、使いやすいかな。じゃあ、どこ行こっかな。新しいダンジョン行きましょうか。ヒビルリッチ。これどう考えても魔法系のとこですよね。レンジャーさん殺しちゃう可能性あるけど。偵察。つまりそれを発動してる間に高威力攻撃をぶち込めと。そういうことですね。死ぬ前に敵を倒せば生き残れるっていう。ねえ。ほんと運頼みの。ね、最後の頼みですね。使いづらそうだな。でもボス戦とかだったらば使えるかな。でも結局ライフ減っちゃう攻撃とかカード引いちゃって死んじゃうんじゃないかな。そんな気がしてならない。じゃあちょっと偵察いきましょう。ライフ次第だけど2ターンは無敵と考える字もできるからな。決して弱いカードじゃないよ。
そうか、2ターンの間だけ生き残れる。その後死んじゃうんでしょうかね。それとも生き残るのかな。ライフが1の状態で生き残るのか、それとも2ターン終わったら死んじゃうのか。多分死なずに生き残ると思うんですけど、ライフ1じゃどちらにしろ敵に殴られて終了ですからね。そのターンの間に本当どうにかできる状況ならばいけるのか。500円か。だったら賭けに出るよりアルケミスト取った方がいいな。魔法系の選手が使ったらあと1ターン耐えられるとか言いつつ、実はすでに効果終わってて効果ありそう。多分あのターンのこと考えてなくて、あのライフが1より減らないってことだから効果が切れても生き残ってるでしょ。ふんふんふん。あ、だったら大丈夫か。なるほどなるほど。ライフ1の状態で生き残ってその次のターンで殺されるってことを考えると、いかにいいカードを引いてるかってことか。うん、次はあれだね、あのあれ使いましょう、あのアルケミストを取りましょう。いや、バーバリアンでもいいけど、あの火力魔法を使ったキャラクターじゃないと多分あのイビルリッチ倒せないと思うんで。はい、余分に殴れると見たら相当じゃないですか。うん、2ターン貯めて貯めて、もう次のターンで殴るってこともできるか。貯め攻撃なかったから難しいかな。バーバリアン、あ、とりあえずこのリッチのこのダンジョンの様子見て、あー、やっぱファイアエレメンタルいるんだ。あー、やっぱここ魔法キャラじゃないと打開無理ですね。この多分こいつすら魔法の攻撃してくると思うんで、物理防御しか持っていないレンジャーさんだと太刀打ちできないと思う。あ、一応両方とも防御あったか。マイナス 1HP if in a dead end。 これもよくわからんスキルだね。あ、とりあえずお宝回収しましょうか。インプ、これはないと思うか。バーバリアンは自分のライフ削った攻撃が多そうだから、その分火力構想、2ターンでかなりダメージ与えられるキャラなんだろうな。物理それあ、すいません。その最後の2ターン以内に本当にいいカード引けばとどめっていうか、勝てない戦いも勝てる状態になる可能性がありそうですね。それ狙った方がいいのかな。けど防御がないんだよな。ここ魔法の攻撃ばっかり。いや待てよ、でもバーバリアンってワーリングはできますか。回る攻撃はあのスキル次第ではあるんじゃないですかね。なんだろう、スキルの上位にスキル取っていけばワールドウィンドとかあるんじゃないですかね。ファイアーストーム的な感じで防御不能で4ダメージとかあるんじゃないかな。おまけに回復できるとかね、そういうのだったらいいかな。このダンジョン武器で、バーバリアンはこのダンジョン武器ではないですね。魔法攻撃に対する耐性がなさすぎて、どっちにしろ殴り殺す前に殺されると思う。雑魚戦でもきつそうですね。ライフ多いからいけるか。ただあの敵が持っている何でしたっけ、自分が燃えちゃうやつ、自分と敵が1ダメージずつ受けるやつ、あれ持ってる敵この下の方にいますけど、あいつがいるともう相性最悪ですね。2ダメ、戦闘開始からライフ1近くになるまで2次傷カード集めて無敵使って一気に畳みかける。ほら、男の子ならワクワクするからだろう。それ
それすごく事故が怖いですよね。で、敵が物理防御持ちとかだったりしたら、ね、目も当たりませんよね。ひたすら自分の HP を削っていくだけになっちゃうんで。あ、これで勝ちか。バーバリアン、いいんですけどね。そうなると、新しいアイテムカード増える、ね、セットの、どれを取るかにも関わってくるんで、ね、結構難しいですね。どうしよっかな。物理防御を叩き潰すのを筋であれ。間違いなく敵の防御を無視する貫通攻撃いっぱい持ってそうですね。上位になるとそういったのが増えてくるんじゃないかな。どうしよっかな。ホーリー攻撃先制した方がいいから、まあハンドアックスかな。ブレードとクラッシュ、ミミック、あ、そうだ、ここオブジェクト見てなかった。ここに9ターン以内に到達しろ。あ、結構遊んでられないな。1-1 だから、これは、ここに繋ぐか。あ、そっか、ここ繋がってないから置けないんだ。しまったな。だったら、どっちにしろ敵に当たるから置いとくか。ミフィック強いから今は無理だな。この赤いとこ避けていきたいから、中央突破かな。シェードってなんだ。ナイトオールと、HP 一気に減らすとなくなられてですか。まあこのターンはターンエンドでいいか。防御してため。これ攻撃食らうと追加でダメージ1受けるっていう、そういうバッドスキル。あ、防御できない。じゃあこれで3ダメだ。あ、アミレットの効果で4ダメいった。2ダメでこれで勝ちだ。魔法ファイヤー、ホーリー盾かな。紙の冠にしよっか。で、宝箱から回収できたのはクラブ。これってなんだ？ウェポンっていうスキルがあるんだ。クラッシュファイヤー。これが、スタピディティ1っていうのと、アーマー1、ライフプラス1。まあ、今ないのは、体なんで、体取りましょう。あ、そしてまた繋げられないと。戻っちゃうんだね。やめてもらえませんかね。じゃあスケルトンここに置いて、お金置いとくか。バトルは4ダメ以上受けると追加で2ダメ受けますよと。
お、ちょうどいいね。防御して1ライフ増加。うん。これは、魔法攻撃で2つ。カード1枚減っちゃうから。あ、カスカード減った。防御して攻撃。これは、二打目かな。これは防御しましょう。これで先制して一打目いくから、次のターンで終わりかな。回復か。まあ、先制するからこれで勝ちか。なんかすごく魔法使い装備ばっかりなんですけど。レベル上げておいた方がいいな。これだと失うものがないから交換しましょうか。ホーリーとファイヤー。下。下いけますね。シェードレベル3は無理かな。いけそうな気もするけど、もうちょっと装備を整えてから行きたいな。いや、待てよ。あ、やべ。変なとこ、ここに置いちゃった。バカ。バカ。まあ、これここか。あ、しまった。ここで止まるから敵を置きゃよかった。あ、でも敵は、さっきのシェードか。この効果は、モンスターの、モンスターの効果なんだこれ。うん、まあいいや。やればわかる。まあ、レベル1だから負けることはないでしょ。耳かわいするか。あ、トップカードを開くか。次の手札が見えますね。これは、ためかな？貫通だから無意味だけど。さらに貫通が来る。じゃあ、まあ、さらにためよう。あ、しまった。これ、敵のカード見えてるんだから、ちゃんと見ればよかった。今のカードは使わずに攻撃した方がよかったね。まあ、これで4ダメで先制できるから、全部で、5ダメいくのかな。あ、あれはいかないんだ。あ、違うわ。あれ、自分の効果だ。オフハンドに魔法を増やすか。先生付きの1枚カード増やす。こっち取った方がいい気がするな。こっちにしよう。ライフプライシー減っちゃうのか。オフハンド。いや、いや、ファイヤーレベル2。体でもいいけど、ライフ減るの嫌だから。今日もいいやらかしが期待できそうで何より。すでにここに間違って置くってことやってましたね。ファイアーエレメンタル。これ部屋繋がらないね。ここにどっちにしろ行っちゃうから、
こういうルート先に作っとこっか。下ミミック、ここはファイアーエメタルやだな。スケルトン置いとくか。あと5ターン。1,2,3,4,5。これ間に合わないんだけど。これ間に合わないんですけど、どうしたらいいんでしょうかね。1,2,3,4,5。次のターンここをタイル置けないと、間に合わない可能性。しまった。このダイヤモンドが効いてるな。しまった。ターンエンド。防御しつつためかな。防御しつつライフ回復、総裁ですね。ほうほうほう。まあこれは魔法攻撃しかないな。まあ1ダメ取ればいいでしょう。自爆攻撃なんで、まあ、2打目与えておきましょう。よし、これ勝ち。このキャラすらも、あの、炎の魔法使いになろうとしてるんですけど、どうしたらいいんでしょうかね。これ取るしかないよな。まあ、イグネイト手に入るからいっか。あー、残念ながら、残念ながらクリアできませんね、これ。まあ、お金稼ぐだけ稼ぐか。逃れられない日の手。ねえ、前回のあの魔法使いキャラで散々ファイアストームで無双していたのが今回も引きずっちゃってますね。マグカップをあがめよ。欲しいですね。マンカップ、もしくはこの何ですか、なんかの本ですか。レザーバウンドトゥーム、川で想定されたトゥームってなんだろうね。聖書かなんかですかね。それはバイブルか。なんだろう。まあ、なんかの本ですね。ほんとこれ魔法キャラだな。これどうすればいいんですか。レンジャーさん、あの、魔法キャラだと、魔法だと、あの、先制攻撃のスキルが、タレントが活かされないんですけど、これ。じゃあこっちに、いや、これも置けないわ。これもうどうしようもないですね。ターンエンド。うまいことお金稼いで、バーバリアンか、何でしたっけ。あの、シャープシューターっぽい名前の、あの人雇いましょう。これは防御でため、いや、防御で回復かな。これで防御で、ため。防御できない。だったらば、命中すれば、あの、毎ターンダメージが入っていくイグネート使いましょう。オッケーオッケー。で、防御して、ため。魔法防御できないか。だったらば、魔法を貯めつつ、ライフ回復してカード1枚増やそう。止めでトーム大きな本って意味だそうです。あ、なるほど。川の想定の、あの、大きい方なんだ。ない当選に使わないわらわら。すいません。手持ちのカードを見ていませんでした。防御を最優先に考えちゃいました。最初に、リスク多少払っても最初に使った方が、結果的に
ね、当たるダメージ大きくなるんで、真っ先に使うべきってことは、前回学んだんですけど、忘れてました。すいませんでした。よし、防御して、殴る。OK。アーマーレベル2で、羽、防御、プラス攻撃2か。スイフト。これ今装備してるやつか。装備変えて、あ、今クラッシュとブレードってレベル1なんだ。だったらスイフトにしちゃった方がいいか。これはイグネイトなくなっちゃうから、クロスボウですね。これに変えて、戦線付きのカード2枚を増やそう。こんだけ強くしても、これ、ここに到達できないんで、この、このゲームクリアできませんけどね。これ、防御した方が良くないですかね。でもイグネート使った方がいいか。あ、しまっ、バカか。バカか。あ、知らない知らない。私何も見ていない。何もやっていない。はい、棒を。つい。つい。あ、何のことかな。さっぱりわからないな。敵に当たらないとイグネート発動しないのに防御されてるって何ですかね。意味わかりませんね。貫通なんで、フォーカスかな。これ、回復もあるんだね。ね、カード1枚増えるから、これ使おう。ちゃんと盛り上げどころを作る配信者の感がだね。何もこい、この配信者何も学習していない。バカすぎて自分でびっくりしますね。よし、これで感じだ。どれもいらないな。このミミックに配置して、お金、増やしましょう。ほんと今日どうかしたんですか。そんなにサービスしなくてもいいんですよ。ナディアのドライバーアップデートしてブルースクリーン1回出てすごくやる気が失せたってのがしょんぼりしたのがあったんですけど、どうも運がないっぽいですね。ほんと勘弁してほしい。先制の攻撃しても意味ないんで、フレームスロー。違う、フレームアロー。いや、むしろ今先、あ、いや、そっか、ダメか。先制しても防御あるから意味なかった。これ防御して、防御して、力ダメ。うん。これは普通に攻撃して OK。で、イグネート。これ防御ないよね。よし。で、先制で魔法を当てれば勝ち。防御されるけど1ダメ取るんで、勝ち。これはいらないわ。あれ？もしかしてターン的に間に合ったりする？あと1ターンって、ターンが経過するのって自分の行動終わった後っぽいんだけど、もしかしたら間に合うのかな？
これはこれで先制攻撃しつつ魔法攻撃二段目防御だからこれですね。ほらこのバーンっていう能力が毎ターン敵味方ともに一段目入るっていうね、炎の精霊なのに自爆ダメージ受けるっていう意味わかりませんけどね。魔法防御。バトル勝利時の笑い声が嘲笑に聞こえるのは僕だけだろうか。確かに。あの酒場でね話を聞いている聴衆って感じなんでしょうかね。冒険談を聞いている聴衆が笑ってるんでしょうかね。その時の様子を聞いて。それ燃えてるものはいつか燃え尽きるからね。なるほど。あ、そうかそうか。燃料を余計に消費することによってダメージを受けてるんだ。そういうことかな。燃料が余計にバーンで燃えるからダメージを受けるものか。そういう考えか。魔法力、炎の精霊ってことで、ね、命が削られてるってことなのか。3だよね。貫通だから、まあ、どれ使ってもいいけど、まあ、殴った方がいいか。これで終わりか。自爆して終わり。この能力に、ライフが1な、ライフが1のまま死なないっていう、いや違う、あれは、そういう能力じゃなかったか。ダメか。アーカインさん。これも強いね。ホーリーさんの防御もいいね。グロースにリストア。これイグナイトなくなっちゃうな。フォーカスか、アーカイン。イグネイトなくなっちゃうな。じゃあ、ホーンかな。こっちの方がいいね。これでターンゼロかな。あ、まだあるんだ。やった。ダメかと思ったけど、ターン間に合った。なるほど。なるほど、なるほど。あ、ダメでした。やっぱり、ターンが、自分のターンが回った段階で死にましたね。完全にイグナイト信者わら。いや、毎ターン1コン、1ダメージは強いですからね。使いこなせてませんけど。ダメだったか。あ、新人さんいらっしゃい。降りると。276円か。やっぱクリアしないと安いね。これがぬか喜びです。生き残れるかなーっていう甘い。期待させて殺す。ねえ。死ぬタイミングがエグいですよね。ちょっとこのダンジョンは、いや、いけるな。このダンジョン、いや、でも運が悪いといけないんだよな。他のダンジョン行ってもいいけど。レベル1やし、このダンジョン行こっか。ディフィートスケルトンだから、物理キャラですね。これは、条件なし。スケルトンを倒せば OK。スケルトンどこにいんの？あ、こいつか。うん。これいきなり繋げるのは良くないね。まあ物理で殴れば OK。 ボーナスで3ダメ。うん、まあどっちにしろ勝ちだね。 OK。 これはファイヤーかな。ファイヤー取りましょうか。他のスキルの上位魔法とか、上位魔法じゃないな、上位カードを見てみたいですね。バンディット。いや、これ無理だ。
本日のネットフリックスニュース。ほうほうほう。あのホラー映画スクリームのドラマ版が本日よりスタート。ほう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 。スクリームのドラマ版なんていうのかな。うん。よっぽどドラマのネタに困ってるでしょうかね。私特にスクリーム興味ないから見ることはないと思いますけど、いろいろすごいですね。ネットフリックス頑張ってますね。スタートレックシリーズが全部ネットフリックスに来たら教えてください。加入しますのでお願いします。これなんだ、自分のカードが2枚になっちゃう。手札が2枚になる。マイナス効果。おいや、いや、ノールはフューリー持ちなんだよな。まだミミックの方がいいな。下行っちゃうんだ。じゃあ繋いでもいいけど、まあレベル2だからそんなきつくはないでしょう。わ、また赤だ。すいません。あ、これバーンだな。こっちが、プレイバトルカードフォースダウン。敵の、お？敵のカードが見えないやつだ。開始から無料で1ヶ月見て今日契約切れたけど、ラインナップは見れるね。あ、なるほど。前ラインナップ見られなかったんですよね。始まった当初はラインナップ見れなくて、外部サイトでラインナップ見るっていう、そういうことをしなきゃいけないってね、めんどくさかったんですよね。だったらば見られるなら自分で確認すればいいか。ネットフリックス一番安い契約で600円でしたっけ。画質が SD だと思ったけど、あれでも十分ですよね。 HD でもいいけど、別に DVD の基準で見るならば全然ありですからね。スタトレ来ればな。もしくはあのスターゲートシリーズ来てくれれば嬉しいな。あのどんどん面白くなくなっていくってのは知ってるんですけど、シーズン、スターゲート、あの SG9 が確かシーズン4くらいまで、アトランティスがシーズン2までしか見たことないんで、その先が見たい。ダメだと分かっていても見たい。古いのだと結構 HD がないよ。ほう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 。ああ、なるほど。ってことは、そんな、最近の見るっていう、ね、条件じゃないならば、別に SD 契約でも全然いいのか。安いですからね。そういえばあの何でしたっけ、 D ビデオにある、シールズでしたっけ、何でしたっけ、あの海軍の捜査機関の話、あれあるのかな。あれまた途中までしか見てないんで、あれがあるならいいかな。まあ D ビデオで見ればいいだけなんですけどね。エログロドラマのヘムロックグローブがいいよ。ほうほうほう。見たことないけど。エログロドラマってかなり昔にあったローマを舞台にしたひたすらエロいだけのドラマありましたよね。私ああいうの正直言って好きではないので見ないですね。うん、面白くないというのが正直な感想ですね。なもんで、それ系はいいかな。黒の部分がちょっと気になりますけどね。ホラードラマだよ。ほうほうほう。肌色で黒なんだ。エロ要素なしのバージョンとかあれば見たいかな。ダメですかね。見たいドラマっていうか、海外ドラマってちゃんと情報を応答しないと何があるかさっぱりわからないっていうね。あの加入してから、ああいったサービスに加入してから何があるか確認するってことが多くて、あ、こんなのあるんだっていうね。なかなか SG9 ってスタトレ DS9 と SG1 が混ざってますよ。
もしくは第9国際会警備軍 GSG9 と書いてますよ。すいません。そうか、あの SG1 か。すいません、ごっちゃになってますね。あの GSG9 と GSG9 とあの DS9 がごっちゃになってるんだ。あの GSG9 も確かギャオかなんかで見ましたけど、あれって続編まだ来ないんですかね。結構面白かったですね。あとは SAS 英国特殊部隊の続きを見たいですね。あれ新しいやつを作ってるって話を聞いたんですけど、どうなんでしょうかね。 SG9 とは2ですね。SG9 適当すぎますね。すいませんね。GSG9 と、DS9 と SG1 が全てごっちゃになったものがそれですね。すいません、しばらく触れていないと脳みそで一緒くたになってますね。うん、DS9 も私数話しか見たことないし、スタートレックシリーズで一番見たのが確かフルで見た、最初のシリーズ、あれが多分何話だろう、60話ぐらいまで見たのかな。全部は見られなかったけど、あれ見られるならまた見たいな。続きを見たいですね。やっぱノール戦いたくないですね。3ダメで一気に殴るか。で、次にフォースを使って殴れば勝てる。あ、ちょうど勝ったか。よし。スイフトかな。これ2回目の戦闘だから、あの攻撃にプラス1ついてたんだ。しまった、スケルトン置けばよかったな。これ下に行くからスケルトン置くか。できない。普通に殴って1ダメ追加する。いや3、いや魔法防御欲しいな。でも魔法攻撃使ってきたか。だったらとりあえず、いやこっちで殴ろう。魔法攻撃だ。うん、魔法防御で力試しよう。スターゲートはエイリアン技術を吸収していくコムっぽいところがなかなかツボ。あのエンシェントの遺跡を発掘してどんどん技術をね、あの吸収していくっていう感じでしたっけ。アトランティスのあの都市自体があの研究していくたびにどんどん新しい発見があるっていう、そういう感じでしたっけ。あれも良かったですね。あのジャンパーが無敵すぎて便利すぎるとかね、いろいろありましたけど。何ですか、早々に見つかってしまったあのゼロポイントモジュールがね、あれはいかがなものかなってもありましたけど。あれ爆弾として使ってるの面白かったな。これでいやー、防御しつつまたためだな。何でしたっけ、あの無限のエネルギーのゼロポイントモジュール、何でしたっけ、あれと別に乾電池みたいなやつありましたよね。何だったっけ、ラクアタジェネレーターかな。 あれをちょこちょこ拾って使うっていう、拾って回収して、あ、回収してそれであのゲート直すっていうのもやってましたね。
あの、ホームダイヤルがそこら辺に転がってるとかね、あれも面白いですがね。なんかストーリー雑だなぁと思いながら見るってのがありました。あの、アトランティスの科学者の人が、ドラマのプライミバルっていう、時間を超えて、恐竜がいる時代に行き来するっていう、リトルウィッチアカデミア、リトルウィッチアカデミア魔法仕掛けのパレード、ネットフリックスで配信決定。ほうほうほう。リトルウィッチアカデミア魔法仕掛けのパレードって来週公開のやつだっけ。ほう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 。私、そういった情報さっぱりなんで初めて聞きましたね。リトルウィッチロマネスクなら知ってますけどね。リトルウィッチアカデミア。それってあれかな？あの、結構昔に話題になった同人アニメで、で、クラウドファウンディングで長編作ったってやつかな？それかな？私、オリジナルも長編も見たことないですね。もしそれならば。ほう、あ、まだ公開されてないのか。ナースウィッチなら知ってたんだがな。小麦ちゃんですか。残念ながら、ああ、小麦ちゃんは全部じゃないけど大半見ましたね。あの、そうそう、キックスターターのやつ。ビッグサイトロンが好きでした。クシタアキラの曲が良かったですね。ほう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 。あれ、そういえばあれ、監督、米谷監督なんですよね。あれもびっくりでした。あの、ガオガイガーの監督。あ、なるほど。あれ、ネットフリックスに来るんだ。へぇー。あー、いいですね。それだったらば、あの、1ヶ月の加入使って見てもいいかもしれない。かなり評判良かったですからね。なるほど。ありがとうございます。1時間半とかでしょうかね。あれ見たときに思ったことは、あの、天才テレビくんでやっていた、雨宮啓太が監督していたアニメ、ありましたよね。なんだったっけ？まあ、なんかあれをちょっと彷彿とさせるなと思って見た記憶がある。なんだったかな、あの、途中から、毎回更新じゃなくて、あの、ちょこちょこ飛んでっていう繰り返していた、途中で打ち切り状態になって、一回止まって、後からまた完全版みたいに放送したっていう、あの、白銀伝説かよっていうようなアニメありましたよね。あれを思い出しました。あ、し、これで勝ちだ。まあでも最終的に防具並みの技術手に入れたわけじゃないからね。金がないのか船もろくに作れてないし。スターゲートアトランティス、確かにあの、エンシェントの技術って、あの、ジェネレーターとあの都市ぐらい、都市とジャンパーとかね、あと、で張り巡らされてる、あの、ゲートぐらいですか。実質あの、ゴアルードと戦ってるだけっていうね。その辺が、昔の超技術で無敵っていう状態じゃないところがいいとこですかね。あの辺のギリギリ具合も良かったですね。使ってる武器も、あの、普通の武器ですからね。普通のあの、鉄砲ですからね。で、たまにあの、SG-1 のメンバーがゲストとして出演していた、いて、で、出演していた人々がことごとくなんかやたら老けていてびっくりするっていうね。ああ、こんな時間経ってるんだっていう。まあまあ、まあいいでしょう。結構 CG 使ってる関係で作ろうと思えば船とかどうにもなったんでしょうけど、やはりその辺はストーリー的な問題ですか。逆にそういうことをしなくて話が、あの、ひたすらマンネリ化してるから打ち切っちゃったのかな。 SG-1 も、まあ、SG-1 で新しいところに、新しいゲートの先に行って敵をぶっ倒して帰ってくるっていう初代スタートレックみたいな話延々続けてましたからね
そりゃ終わるわなと。よし、クリアしました。あ、スケルトンって配置されてるスケルトンじゃなくて自分がカード出して置いたスケルトンでもよかったんだ。500円貯めるまで頑張りましょう。フリーディフィートはミノタウロス、これ強そうだな。これはまあまさに連射向けでしょう。いやでもバーバリアンっていう選択肢もあるから他行こっか。オークス、こっちの方がまだ相手できるかな。ディフィートザビッグオーク、海外ドラマで私が一番ダメージを受けたのが、なんとなく見てしまった、役者のインタビュー記事でドラマのネタバレがバッチリ読めてしまったっていうね。それが一番辛かったな。まあ、具体的に言うと ER のグリーン先生役の人のインタビューで、で、ネタバレが書かれていて、それで大ダメージ受けましたね。あれはひどかったな。まあスパイダーかな。スパイダー倒せるかな。うん、ため、あ、でも倒せるか。ボーナス、アミレットのボーナスで1ダメプラス入ってるから防御できない。じゃあこれで3ダメ一気にいくか。敵の殴られると1ダメ受けるって4ダメいきましたね。これで先制して2ダメで勝利。 OK。 ライフプライス欲しいな。でもアーカインとファイヤーあるからこっちかな。アーカインじゃなくてアーケインか。ちなみにこのボスはライフ11ですね。そっち行くのか。そっちですか。まあ、またファイヤー変わら。ファイヤー、ファイヤーストーム取れなくても、イグネートがあるだけで楽になりますからね。できるなら取っていく。これ期待してる。ほう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 。俺たち正義の特殊部隊。これってポリスアカデミー的な雰囲気がするんですけど、気のせいですか。上司にいいとこ見せるため、厄介な事件に取り組む幼稚園の刑事の、サリナスとフレイレだが案の定、失敗ばかりで捜査は大混乱。なんだろう、ミスタービーンとかそっち系なのかな。コメディ系は役者の、ね、日本の吹き替えの役者のうまさ次第ですか。あ、そっかそっか、それに近いのか。リンク予告編。お、ありがとうございます。ちょっと耳がかり。あ、すいません。ぐは。ダメだ、エラー入っちゃう。やっちゃった。HTML5 の再生したは、再生始まってからシアター元にしないとおかしくなるんじゃない？これミスター・ビーンじゃないのか。これどこの映画なんだろう、ドラマなんだろう。メキシコとかあっち？
estado Salina. Yo soy el super policía. Espero sin ver. Miren, soy el super policía. Yo super rápido. Me trajeron al compañero más chulo que pudieron encontrar. これ、あの、キャラ、役者がローアン、ローアンヒントンっぽいんですけど。スペイン語はさすがにわからん。あ、スペイン語。ほう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 。Ay, qué tonto te. Te también. 顔でけえ。あの、ヒゲもあって余計にすごいですね。あ、本当だ、スペイン語だ。顔文字使ってるんだ。いい村毛だね。何やってるのこれ。あ、拷問食らってるんだ。これシリーズ作れるのかな。クマが家族なんだ。おい、意外と意外とアクション頑張ってるってことは適当だった。ひでえ。あ、すごいすごい、86万映画。あ、なるほど、ドラマじゃなくて映画か、そういうことですか。あ、確かにこの、これは確かに映画の冒頭に出てくる予告編のやつですね。そういうことか。最初の部分翻訳されてなかったから。Está a punto de enfrentarse a su peor pesadilla. Buenos días, buenas tardes, cabo Freire. Déjeme presentarle a su nuevo compañero. Mírelo, mire su gallardía, su osadía, su temple. ¿Dónde está Salina? Yo soy el super policía. Espero sin ver, miren, soy el super policía, yo soy super rápido. Me trajeron al compañero más tonto que pudieron encontrar. Ni siquiera luce como una persona en la institución. Es una cosa rara, es una cosa amorfa. Ah, 解雇されないように上司にいいとこ見せようとしてるんだ。くだらねえ。くだらねえ。なるほどね。最近はちょいちょい南米の映画をしてきますね。あっち系の映画も面白いの結構あるよっていうのを、そういう、違うな、普段見られないような映画が見られるから興味持つ人が増えてきたんでしょうかね。あ、この辺とか見たか。日本だとあのアルバトロスとかが中東系の映画たまに、ね、ラインナップに入れてきますけど、あちらでは南米系ですかね。こういった日本を入れてくれるのはありがたい、ネットフリックス。こんな映画あったのかっていうね、そういうびっくりですからね。
いいね。これ面白そうですね。1時間、なんか本編っぽいのがありますよ、これ。これ、低解像度だけど、1時間15分の本編がありますね。またひどいな。へぇー。1年ぐらい前の映画なんだ。いいね。私も加入したい見ましょう。ありがとうございます。俺たち正義の特殊部隊。読み方全くわかんないわ。なるほど。あ、現代は特殊部隊なんだ。なるほど。ありがとうございます。ちょっとこれ残しとこう。いいですね。こういうくだらねえ映画見られるのはいいですね。やっぱりね、有名系ばっかりよりもこういったしょうもない方がいいですからね。ギャオみたいに、素人が作ったような映画混ぜ込むのは困りますけど、ね、ちゃんとした映画ならば全然いいですね。ネットフリックス頑張ってますね。ネットフリックスが、フルとかが、ね、映画とかドラマやるにしても期間限定で変にサイクルしますよね。あれが見たい時にはやっていないってのがあるんで、そういうことをネットフリックスがやらなければね、いいですけどね。D ビデオは D ビデオで、未だにマイクロソフトのシルバーライト使ってるっていうね、あれが嫌で仕方がないっていう。ちなみにそこのブログがネットフリックス最新情報で一番量がある。どこから仕入れてるんだ。あ、これ、中の人なんじゃないかな。中の人のセールスあまりしないマーケティング的なやつ。あ、でもそういったわけでもないんだ。他の情報もありますね。中の人からリーク受けてるんじゃないかな。あ、これかさっきのリトルウィッチアカデミア。あ、このサイトいいですね。私もブックマークしとこう。配信期間見て。へぇー。詳細情報ないですね。ほっほぉ。こういうのがあるんだ。ちょっと調べていいですか？気になった天才テレビくんのあのドラマ、いや、アニメの名前。アマミヤ・ケイタ。K はこの感じじゃないな。こうかな。こうか。あ、魔法少女隊アルスだ。これこれ。これになんか似てると思った。あれってスタジオ 4°C なんだ。マジカルスロット魔法少女隊アルスって、パチスロなんてあったんだ。ひでえな。へぇー。あ、これこれ。これになんとなく似てるな。天才ビットくん。あ、天才テレビくんと違うんですかね。私、違いがわからない。ほうほうほう。天才ビットくん。あ、ほんとだ。天才ビットくんって何？ほう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 。これが今のやつかな。私ずっと天才テレビくんだと思ってた。違うんだ。つながりはない。あー。はあはあはあ。へぇ、2003年から、2002年からか。なるほど。知らなかった。私ずっと天才テレビくんだとばかり思ってた。天才ビットくんなんだ。なるほどね。ありがとうございます。すいません。伊藤聖光のやつだな。初期だけ見たことある。うん、ほう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 。私は、アニメ部分しか見てなかった気がする。ので分かりませんね。詳細か、全然見てません。すいません。懐かしいね。
浜宮啓太が、リナックスさんのとこだとしてましても適度な距離感で扱われるので問題ないですね。ほう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 。適度な距離感ってのが、だから微妙によくわかりませんけどね。伊藤聖光が出るとエロ番組にしか見えなくて困る。伊藤聖光っていうと、あの、何でしたっけ、サングラスの人。あの人と一緒にやってる、危険物機とかね。そっち系の、ね、話題になっていきそうですね。伊藤聖光ってなんだったかな、夜中にやってた、あの、X テレビとか、トゥナイトとか、あの辺に出ていたんでしたっけ。いや、出てないか。違う人かな。伊藤聖光っていうと、あの、変な記事集めた本、あれのイメージかな。適当ですね。ラス、レネ、レ、レ、読め、ほう。これもまた特殊ですね。ポップルズ。見た目がイジリーに似てるからね。仕方ないね。ほうほうほう。イジリーって誰でしょうね。あれか。お笑いの人かな。すいません。へえ。全然知らないものばっかりだね。獣王喚起。あの特殊系ですよね。あの車とかね。車とかポニーとかね。伊藤聖光は日本語ラップを取り入れた、その筋では偉大な人なんだけどね。ほう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 。伊藤聖光、そういうこともしていたんだ。伊藤聖光っていうと、あのメガドライブの CM っていう。そういうイメージ。あ、ここら辺多いな。これは発売か。なんだこのよくわからないセットは。なるほど。わかりました。ありがとうございます。弊社はテレビではお世話になりました。ほうほう。お世話ってのはちょっとよくわかりませんけどね。スペースシャワーでやってるんだ。ほほう。まあ、いいとしましょうか。私も映画見るとしても、たまに気になるのを借りてきてっていうぐらいだからな。全然、ね、新しいのって、マンソンいうのは全然知りませんね。バケーションはやばいな。ほうほう。あのマンソンか。ほう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 。あのマンソンですか？わかりません。すいません。私、存じ上げません。映画って言うと、なんでしょうね。あの、青木鋼のアルペジオの映画がなんかやるなっていうのと、なんだったかな。あともう一本何かあったなっていう、それぐらいの認識ですね。なもんで適当でございます。じゃあちょっとゲーム戻りましょうか。あの、それじゃなくても時間のかかるゲームばっかりやってるんで、映画とかドラマとか下手に調べ出すと、映画といえば先々週にプレデター、先週プレデターにやってたね、BS で。ほう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 。プレデターは見たけどノーカットでグロもバッチリ。お、なるほど。地上波だと確実に、ね、カットされますからね。あれっていう、なんかと話が飛んでるっていう、そういうのがありますよね。そういうのをきっちりとあの CM の時間とかで削ってきたりとか、すごくいやらしいことしますよね。あれがすごくあれかなと思いました。そういえば映画って言えばあれか。あの、図書館にあったんで、あれ借りたんですよ。あの、宮崎駿だったかな。ジブリの、第二次大戦で飛行機作ってる話のやつ。あれ借りたんですけど、あの、再生始めて、なんかいきなり素人が始め、主人公がいきなりすごい素人ボイスで喋り始めてひっくり返ったんですけど、
役者誰かなと思ったら庵野秀明っていうのを見て、ああそれこれがあの噂のあれだったんだと思って見るのをやめました。そんなことがありました。うん、まだタレントとか役者の方が上手いんだと分かりました。それが収穫でしたね。プレデター2の主人公の人、最近の映画で見たけど、うん、今見ても昔の見てもおじいちゃんだな。ある意味役者として完成されているってことでしょうかね。あ、そうそう、実際その状態でしたね。あれはダメですよね。私素人じゃなくて役者とかタレントが吹き替えするの大嫌いなんですけど、まだジブリは絵とストーリーがまだマシなんで見られないことはないんですけど、細田、横田守でしたっけ、何でしたっけ、その時をかける少女とかのアニメ版作った人、あの人が作るやつとかね、素人を使ってきましたよね。ふん映画のふん演技のところジョージ。そんなひどいんだ。私ポニョ見たことないですね。なるほど。何でしたっけ、3次元の 3D の CG アニメだとなんか所ジョージ演技絶賛されてましたけど、やっぱあれはマーケティング的なやつだったんだ。なるほどなるほど。うん、まあね、やっぱ素人さんだけは勘弁してくださいと。素人で別にやるのはいい、構わないんで、 DVD とかに収録されね、なるときにはぜひともプロの声優バージョンをぜひとも一緒に入れてもらって選択式にしてもらえればいいかなと思います。はい、何をしていたんだ。あ、戦闘か、プレデターか。私多分見たことある、2まで見たことはあるけど、まあ、かなり昔で記憶にないですね。ポニョは見なくていいよ、何が言いたいのかさっぱりわからん映画だから。ポニョって魚の映画でしたっけ。アニメはちゃんと声優でなんだよな。うん、実写の吹き替えでまだタレントとか使うなら、うん、まあとは思いますけど、アニメで素人喋られるとなんかそこだけ世界違ってるんですよね。なんていうのかな、 2D の世界なのに 3D の世界で喋ってる人がいるっていう、そういうなんかすごい違和感っていうか。ところジョージで吹き替えと言ったらアルフ、あれもところジョージそのものだったけど。ああ、確かに。あれ確かにアルフもそうでしたね。猫が大好物の宇宙人ですね。うん、アルフはアルフでそれほど違和感なかったかな。あれは周りの人たちが吹き替えのベテランばっかりだったから、一人だけ特殊なのいてもそれが個性になっていたのかな。そういうことじゃないかな。周りが素人だらけの中で素人が喋っていても、ああ素人だなですけどね。何ら違いはないんですけど。ポニョは人魚姫がおそらくベースなんだろうけど、勝手に人間と恋に落ちて、そのリスクとして世界が崩壊したけど、ほうほうほう、なぜかみんなハッピーで終わる。人魚姫ベースで世界を破壊するって意味わかりませんけどね。へえ、みんなハッピーで終わる。うん、宮崎ドラマっぽい、違う、ジブリっぽい話ですね。なんでゲド戦記でしたっけ、あれの主人公の男の声が木村拓哉でしたっけ。あれはなんかエンディング見てひっくり返ったけど、あ、やっぱり素人だなと思いましたね。まだマシな演技してたけど、やっぱ素人には変わりないわっていう。まあまあいいか。なんであんなジブリね、作画すごくいいのに声で全部ぶち壊すんでしょうね。まあいいけどさ。魔法攻撃でいいかな。
あんなクソ演技でも宣伝効果の方を取るんですかね。うん、あの名前でトトロのお父さん、名前だけですごく糸重里は下手なりにマッチしすぎてキモい。あれ糸重里だったんだ。そうなんだ。あれすごく下手な人っていうイメージしかなかったけど糸重里なんだ。びっくりした。でもあのアニメ、あのメイとサツキ普通の声優ですよね。メイじゃなくてサツキが日高のり子だっけ。その辺が良かったからトトロは面白いと思うけど、見てられますけどね。糸重里と。そうなんだ。なるほど。やっぱり芸能人とかいっぱい出ると、ね、露出が増える分、宣伝効果でかすぎるってことなんですかね。監督は毎回毎回、あの声優の演技が嫌いって言ってますけど。声優使うと声優のイメージで作品が左右されるから嫌だ。だから俳優使うわ。うん、そうなんだけど。俳優を前面に出したらそれはそれで俳優のイメージになるだろうってわら。そうですよね。変わりませんよね。素人をオーディションで選べって話だよな。うん。あくまで言い訳でしかないですよね。あの声優のイメージって言ってるんだったらば、あの果たして糸重里だから見に行く人が何人おるか。いない、いないと思いますね。糸重里なんだとは思うけど、その名前で見に行く人はまずいないと思いますね。そういった意味では糸重里っていうチョイスはありだったんですよね。微妙なラインってことで。ただの広告代理店の意向だろわら。そっか。そっか、電通の意向ですかね。なかなかひどいですね。ねえ。はよさんは、まあ仕方ないにしても、ねえ。医薬声優何となく使いたくないです。でも俳優はお金もらってるので OK です。つまりはそういうことか。あの頃の糸重里ってくっそ売れっ子だったからな。ああ、コピー1本で1億円とかもらってたって話ですからね。やっぱすごかったんでしょうね。そういった意味合いでも、糸重里のネームバリューは価値があったのか。役者としてではなく、本当にネームバリューとして欲しかったのかな。役者で、アニメで素人使って、合ってたっていうより、そのキャラはもうその人しかいないと思ったのが、あの、パトレーバー2の、劇場版パトレーバー2の荒川が、あの人は、ね、名前が出てこないな。あの人以外いないと思いますけどね。あれだけはいいと思う。うん、すごくまんまの演技でしたけどね。まあそうやってジブリはお金、制作費にお金を回してるんでしょうかね。ジブリアニメ制作やめるって言ってたけど、あれ本当なのかな。まあどうでもいいですけど。なんていくかベストオブローガイっていうアワードを送りたい人ナンバーワン。うん。あの人たまに政治に関して口出ししますよね。お前何言ってるんだよっていう。あれがちょっと鼻につきますけど。いつまで経っても辞めないから後継の人たちがねえっていうのがありますけど。あの人、また映画作るんだったらば、何でしたっけ？なんか、あの人漫画で戦車もの描いてましたよね。あれやってくれませんかね？あれなら見たいかな。子供向けじゃなくて、原作のまま、しょうもないっていうか、ああいう話でやってほしいですね。とりあえずこいつ倒そう。泉の効果マイナスの効果のはずなのに、なぜか、自分の手札が2枚増えるっていう能力があるんですけど。泥の中の豚。それかな、多分それだと思います。あれ、それを、ジブリで、パヤオに戦車ものやらせたらとんでもない主義主張ぶっこんでる。
押井守の目じゃないぐらいの話になりそうですね。それはそれで見てみたいんでやってくれませんかね。ね、大陸の方の方々が激怒しそうな話をやってほしいですね。いろいろと見てみたい。ね。あとは押井守も確か戦車もの書いてましたよね。漫画か何かで。あれもやってほしいな。押井守はもう、劇場版、実写のパトレイバー作った関係で、なんかもう映画作らせてもらえないんじゃないかな。大丈夫かな。あ、でも今までも実写作って、ね、あれな状態になった時にはまたアニメを作ってって感じでやっていたから、次はまたアニメやってくれんのか。あ、攻殻機動隊でしたっけ、あれのやつを作ってるって話だから、そっちか。もう、攻殻機動隊別にいいんだけどな。あれは神山健治でしたっけ、あの人にお任せして、押井守はパトレイバーのアニメを作っていた高校で、どうでしょうかね。何撮ろうかな。オフハンドを持ってるから、ライフフラッシュかな。コンチにそっくりやね、そのキャラ。コンチ、ほう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 。すいません、私、存じ上げません。マモルちゃん演出はそこそこいいんだけど、結局お話が全然わかんないもの作るからな、あわら。ね、確かに。イノセンスとかね、あれすごかったですよね。話全く意味わかんなかったしね。面白い、確かに演出をするんだけどっていう。脚本、原作の、違うな、脚本の小説、ノベライズ版とか見ると、こんな短編みたいな話をあんな長々と作ってるんだっていうね。いろいろビビりますよね。まあ、劇場版パトレバー1の風速40メートルとかの小説版とかも、これをあんだけ広げたんだっていう、びっくりしますよね。まあ、まあねっていう。お、ワンです。星守はアバロンの続編とかダメですかね。泥まみれの虎ですね。おっと、カリウスの回コロコを趣味で漫画化した。あれでそういう、風怖くなってきた。そういうものだったんだ。風速40メートル。レイバーが暴走しますね。今だったら何でしょうね。低周波で、スマートフォンのマイクで拾った音で、アンドロイドが暴走するとかですか。そういう話がありそうですか。これは卑猥ですね。やめましょう。ありがとうございます。なるほど。これがさっきの、なんとかじゃんですか。コンチちゃんか。なるほど、なるほど。もしくは、ザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレイバーでレイバーが入れてて悲しい。ほう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 。実写版のパトレイバーって、レイバーが廃れてるんだ。それを言ってしまったら、白浦紬さんとかどうなってしまうでしょうね。あれはすごくあれですけど。ダメですか。なるほど。ネクストジェネレーション、実写のパトレイバーの、私、トレーラーしか見たことないんですけど、レイバーの動きが、まるで、重さがないような軽い動きしていたのが、ちょっと、あれでしたね。あれ変わったのかな？もうちょっと重さがある動きしてくれないかなと思いました。イメージとしては、天空のエスカフローネの、メカの重い動き、あんな感じで動いてほしかった。まあ、攻撃でしょう。天空のエスカフローネの1話目の、ね、あれ戦闘シーンはあれはすごく良かったな。レーバーわらになっててイングラムの修理も大変な状態、うん、
あのレイバーがなかったらどうやってぶっちゃけ実写化ってどこに需要があったのかと確かにあれはなんで実写作ったんでしょうね。アニメ作った方がよっぽど需要あったと思うんですけどね。もし守るが CG 使えば実写で作れるんじゃないかと思っちゃったんでしょうかね。もしくはそういった企画を無理くり作らされちゃったのかな。有吉おじいちゃん最近亡くなっちゃったんだよな。ほう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 。あ、さっきのあの宮崎駿監督が書いていた漫画の原作者の方ですか。ほう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 。すごいね、最近まで生きてたんだ。 NTG の世界は東京湾埋め立て計画バビロン計画が終わって一気にバブル弾けて原作読んでみたいですね。長い不況に陥ってる日本です。ほうほうほう。のでレーバーみたいな高コスト作業機械はバブルの名残になってる模様。あ、そういうことなんだ。千葉茂が実写でも本人出てたからもっとやであの千葉茂さんがすごくなんか老けてる感じでしたね。あの班長、あの榊さんが辞めちゃって、それで、あの、しげさんが班長でしたっけ。あれすごかったですね。へぇ、あれってもう東京湾埋め立てっていうかバビロンプロジェクトが終わって、ああ、あの時期なんだ。そういうことか。ネイバーみたいな 高コスト作業機械はバブルの名残になっているもんよ。むしろあれに切り替わったようなものだと思ってたんですけど、ダメなんだ。へえ、それがまだ特殊二課で使って、ね、何仕事をしているってことはまだちゃんと仕事があるってことですかね。レーバーがいないのに対レーバー部隊がいてもねえわら、うん、一応アニメの続編だしな。なんでしょうね。あの、なんでそんな中でイングラム運用するんですかね。うん、まだあれかね、あれですかね、普通の重機とか使えないような状況とかでレスキュー作業とかするとか、事故処理とかで車を動かしたりするの便利だからとか、そういうのですかね。作って一回作っちゃった、ああいった組織を解体できないとか、そういった理由で延々と残ってるんでしょうかね。そっちの理由の方が大きそうだけど、もしくはもしまたレイバー使った犯罪が起きた時に対処できる者がいないとしょうがないから、しかしぶしぶ残してある状態とかですかね。どういう状況になってるんだろう、気になるな。作中でその辺説明あるんでしょうかね。ダンジョンシリーズも3つ目になって、うん、実写でもワニがあ、ダンジョンシリーズまたやってるんだ。あのレーバーでも抵抗したなやつは生きてるでしょうけどね。イングラムとかレベルの金密製品はもう虫の息です。ほう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 。一応ノウハウ残すために生き延びてるだけで、いつなくなってもおかしくない部署です、うん、読者にか。なるほど。一度やめちゃうと技術が失われてしまいそうだけどね。うん、でもなんか軍用とかでは残ってそうですよね。あのパトレーバー2で篠原が軍用レーバー作ってましたけど、まさにあれが成功して生き残ってるとかね。そういうことでやってるとかありそうですけどね。篠原って実質レーバーしか作ってなかったはずなんで、軍用の産業として生き残ってっていう、それですかね。あれか、低コストっていうとあれですかね。あの重機の代わりに運用されていた、わかった、ガンダムディーゼルエンジンで動いてるやつ。なるほど。確かにそれが一番か。それを実現するためにはまずあの動力源が重要ですか。それが一番厳しそうですね。ミノスキー粒子を見つけろってことか。現実と同じで世界的に軍縮の流れ激しそうですし、軍用レーバーも夢で終わったんじゃないですかね。ああ、確かにそれもあるか。
どうなったんでしょうね。早々に導入して早々にね、使わなくなるのがアメリカっぽいですけど、ロシアとかだと大量配備しすぎて旧式の方が延々と使い続けられてるとかね、そういう状況を見てみたいですね。で、今一時の、ね、過渡期的なそういう技術で終わってしまうんでしょうかね。もったいないですね。そうなるとあのね、爪楊枝からスペースシャトルまでのあの会社あんなめちゃめちゃお金かけて作っていたね、企画なんかでしたっけ、比較休暇でしたっけあそこの部署に投入したお金とか回収できたんでしょうかねいろいろ気になりますけど、まあまあいいか。ぶっちゃけ戦闘機飛ばしてミサイルぶち込めばいいだけだったしな。うん戦争ね、別に軍隊なくても戦闘機とミサイル一発でどうにもなったっていうのが劇場版の2作目ですかなるほどね。映画版に30分くらいの映像が追加されたディレクターズカット版が今の公開やで。ほうほうほう、ひどい売り方だ。映画版に30分くらいの映像が追加されたディレクターズカット版が今度公開。それってあのアニメ版ですかね。ああ、だったらちょっと見てみたいな。ちょっと、ググってみてもいいですか。追加部分だけ見たいってのはダメですか。バトレイバー。劇場版。DLC かな。そう、言ってしまえばそういうことですか。あの、パトレイバーって、あの、パトレイバーのビデオ、あ、実写。了解です。それひどいですね。あの、ディレクターズバット、ディレクターズカット版を、あの、オリジナルとそれほど、開発したチームは上海経由で大陸行きましたよね。はあはあはあ、中国の最近までの景気考えれば、大陸で楽しく開発していたんじゃないでしょうか。うん、あれ、そんな話ありましたっけ？あの、グリフォンをぶっ壊された時に、みんな一緒くたに行っちゃったんですかね。あの辺の話、ちょっと覚えてないな。そういうことか。なるほど。ってことは、後ろのベライズしてくれればそれでいいなわら。確かに。その方が話分かっていいですね。あの、単純なストーリーとして楽しむならば。漫画版の話です。ほうほうほう。あ、あの、パトレイバーの漫画版か。あれ、漫画版私持ってて読んだんだけどな。記憶が曖昧ですね。そうか。一応あの漫画版のパトレイバーは怪物ストーリーを引っ張りすぎて少し慣れてしまった。あの廃棄物シリーズのあれ。パトレイバーの劇場版で言ったところの3作目ですね。鳥海監督の廃棄物ですね。あれはあのねえ、あの、まあ、いいか。うん。まあ、まあ、いいんじゃないかな。私はもう見ることはないと思いますけど。なるほど。漫画版は漫画版で早々に終わっちゃいましたからね。ある程度型がついたら、もうそこで終わりって感じで。劇場版の話はノベライズの方が話として面白いんで、原作映画見るよりもストーリー楽しみたいならば漫画版、いや小説版おすすめ。ちゃんと脚本家の方が小説書いてるんで面白いですね。短いし。で、あの劇場版のパトレイバーの DVD ってあのビデオテープで公開販売されていたバージョンと DVD だと、あの DVD は音声収録し直してるんで、あの演技とセリフが微妙に違うんで、私的にはあの旧バージョンの方がいいですね。で、両方収録したやつが欲しい。特にあの一作目だと一番最後にノアが霊式の
メモリーユニット破壊するときのセリフが違うのか、あそこだけが本当に違和感あって、どうにかしてほしいと思いました。撃つときに、あの止まれって叫ばないあれですね。あれがすごく気になりました。これか、これがディレクターズカットバーローか。こんなヘッドギアかぶってるんだ。漫画版の廃棄物135のお話では、後藤隊長がいつ寝てるのと聞かれて、普段と答えてるところが非常に印象的で好きな部分ですね。普段寝てるって、普段寝てるって、そういうことですか。はっはぁ。結構セリフが、ね、なかなかですね。普段。あ、本当キャラがつかめない人ですね、後藤隊長。例のカミソリ後藤も、あ、これか。たまに感情をあらわにすると劇場版の2作目みたいになるんですね。ディレクターズカットの予告がこちら。なんだこれ、一瞬ステルスのブラックホークかと思ったらあれ、また見えない戦闘ヘリだ。たった一機の脅威が首都を戦場に変えた。これ劇場版パトレイバー2じゃないの。あと高架機動隊のステルスティルトローターっぽいのがこれなのか。灰原について口を揃えてこう語っている。よく覚えていない。灰原霊という名前以外何一つ印象を残していない。ホバエイシじゃないんですか。星井守が本当に描きたかったパトレイバーがここにある。あいつは誰なんだ。幻の追加映像27分、あなたは真実を知ることになる。パトレイバー首都決戦ディレクターズカット。これはあれですか、劇場版パトレイバー1と2を混ぜた感じですか。ってことはあれやるのかな、あの特殊アニカで、あの特殊アニカをアパッチで襲撃するシーンとかあるんでしょうかね。あれ見てみたいな。へえ。真実を知れなかったオリジナル版を見に行ったファンの人アーメン。ねえ、もう一回お金払って見直してくださいですね。なかなかひどいですね。ああ、音楽はいいね。亀ケンジいいですね。なんかすごく軽いですよね。プラモデルを実写で撮影してるみたい。たった今入ったニュースです。自衛隊から強奪されたヘリが都内を襲撃しました。自衛隊ステルスヘリ持ってんだ。自衛隊および警視庁パトレーバー中隊も出動した模様です。以上、続報は劇場にてお確かめください。アパッチのやつはドラマ版でやってたかな。ほう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 。あ、いいな、見てみたいな。あの歯ブラシくわえたシゲさんが呆然としながらね、イングラム破壊されていくシーンか。あれが見てみたい。イングラムっていうかレイバーが破壊されてるシーンか。なるほど、ドラマバージョンレンタルしてるかな。反乱勃発、残されたのは旧型警察ロボットだけだった。見えない戦闘ヘリだ。嵐が来る。パトレイバー首都決戦。見えないっつってもイングラムあるならばサーマルで見ればわかるんじゃないのかな。ダメですか。嵐が来る。戦力はまだある。そうよね。日本でしか描けない。榊原よしこ出てんだ。ここに到達。パトレイバー首都決戦。まだ
第一小隊の南雲隊長いるのかな。南雲隊長なんか本庁に戻ってそうですけどね。ダメか。例のホバエイジガーレミ、ダラミで戻れないんでしたっけ。ホバじゃないや。つげ、つげなんとか。ロボットの普及に伴う犯罪に備え、警視庁はパトレイバー中隊を設立。そして今、新たなる脅威が…寿退社は、ないな。あるとしたら、まあ、後藤隊長ですけど、あれはなさそうですね。グレイゴースト。あいつは東京の上空を飛んでるだけで脅威であり、1000万富を人質に取れるわけだ。南雲さんは実写でもちらっと出てたよ。ほう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 。ってことは、一応はまだ存在してるんだ。アパッチじゃないですよ。パトレイバーの世界では R64 アパッチじゃなくて R56 シャイアンが採用されてますから。そして激化とにのはヘルハウンドという架空ヘルです。はあはあはあ。そうだったんだ。私ずっとアパッチだと思ってた。すいませんでした。へえ。もうその辺の選択の時代からもう実際の世界線とはずれてるんですね。なるほど。南雲隊長、この世界の後藤隊長はもともと結婚していた後藤隊長なんでしょうかね。確か小説版だと後藤隊長って結婚していて、第二次東京大震災で確か死んだとか聞いてますけど。読んだか。どういう話なんだろう。日本を揺るがす反乱勃発。残されたのは旧型警察ロボットだけだった。見えない戦闘ヘリだ。すごい。嵐が来る。この戦闘ヘリがグリフォン的なタシシなんですかね。パトレイバー首都決戦。あ、この辺はもう普通の劇場版の予告か。これだけなんだ。これだけ見ても本編見たことないから何が新しくなったのかさっぱりわかりませんけどね。まあいっか。へえ。ちょっと見てみたいな。まあ DVD になったらば。え、ヘリと戦う内容なのか、うん、ってことは格闘戦とかねえのか。リボルバーか、ライアットガンで撃ち落とすんじゃないですかね。見てみたいですね。あ、一番最後に当たれとか言っていたから、片腕になったイングラムのリボルバーで落とすんじゃないかな。見てみたいですね。あ、これこれ。どういう状況なんでしょうね。隊員がどうなったかは実写ドラマの第一話の最初で。ほう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 。ドラマバージョンか。あれ、ちょっとレンタル行って見てみよう。ちょっと見てみたいですね。独立した関係ない話じゃなくて、一応ちゃんとした続編ってことっぽいんで、どうなったか見てみたいですね。普通に対空砲でいいのでは。確かに。確かに、おっしゃる通りですね。自衛隊がちゃんと出動してくれれば。イングラムレベルのレーバーいないから、敵もレーバー以外なんでしょうね。うんまあ格闘を描けないってのも間違いなくあるだろうけど。そうか。世界設定をそうしちゃった段階でもうどうしようもなくなっちゃってるのか。故に敵がヘリか。アウトレンジからひたすらミサイル撃ちまくってれば勝てそうですけどね。ダメですかね。なるほどね。ディレクターズカット。事件の全貌はこちら。確か、パトレイバーの劇場版2作目だと、アスマとノアが、
篠原に出向して開発参加してましたけど、あの流れで行っちゃったのかな。で、シンジさんが確か本庁に行って経理部に行ったんでしたっけ？ひろみちゃんわかんない。太田は共同課に行ったのかな。いくら消えるからって短期じゃ制空権もクソもないわけで。ステルス状態でもね、さすがに、補給とかどうしてるんでしょうね。隠れたまま逃げていくのかな。ずっと問いっぱなしではないでしょうけど。どういう感じになってんでしょうね。皇居とかの近く行けば、リンク。密かに隠した、ね、サムとかで撃ち落とされそうですけど。お、ありがとうございます。これが、特殊アニカの方々ですか？これは、アニメとかの人たちの実写ってことなのかな？それとも、新しい、この、第二小隊の方々なんでしょうかね？なんか実写のアニメ版の人たちっぽいですけど。 これ、太田ですよね？これ、ノアだよね？篠原。これ、真一さん。これ、ひろみちゃん。これは誰だろう？熊神ですかね？かかぬかはいないんだ。太田がすごく合ってますね。 太田はすごくいいと思う。あ、どうせならば、オ様リ子ジ換ナ気ルす。版の隊員の実写。あ、なるほ回ど。想シーンに出てくるけど、うっすら。ほほほほ。なんか漢字からして写真とかっぽいですけど。一応出てくるんだ。なるほど。ちょっと熊神のイメージ違うかな。まあ、紳士さんはいいかな。太田はすごくいいと思う。もうちょっと体格いい方がいいかな。ひろみちゃんはまあ太こう田だもうね。ちょいデブにしてほしい。ね、ちょっと細いですよね。もうちょっと筋肉のがっちりした感じがいいかな。元機動隊の人ですからね。まあ、篠原はこんなもんでしょう。ノアは、まあ、こんな感じですか。紳士さん、本当に競輪の人って感じでいいですね。なかなかいい、メンツなんじゃないかな。なるほどね。第一小隊のメンツを見てみたいね。へえ、こんなのあるんだ。ありがとうございます。どうせならば、何ですか。出動するときの装備、つけた状態で見てみたいけど。すごく胃が弱そうですよね。はは、これ。紳士さん、ね、胃薬飲んでいないと、いたたたたって言ってるって言ってですからね。いいですね。劇場版パトレイバー2の、備品を壊す太田をたしなめるときの、あれぐらいの勢いが、まだ、もうこの頃はもうあるはずですけど、ああ、まだか、まだない時か。なかなかですね。あ、でもまあ、熊神がいるならば、太田さん暴走しないからまだマシですかね。まあ、よしとしましょう。ありがとうございます。へえ。自衛隊反乱物資による犯行。やっぱパトレイバー1と2を混ざってるんだ。ライオット版を棚から出せなさそう。対熊神が鍵握ってリンますク。よね。南雲さん。絶対出してくれません。出そうとしてるところをね、普通に止められますよね。あれあるのかな？何でしたっけ？実験中の、炸裂弾という、あれですか？ HE 弾とかね。ちゃんと作れたんでしょうかね。弾薬を、特殊アニカの整備班が作ってるってのはびっくりしますけどね。あれはいろいろすごかった。
これ南雲さんですか。ほう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 、影しかないんだ。うん、渋谷亜希。あれ、あの劇中では声榊原よし子だったけど。ほほう、これ誰、大将。うん、うん、影でまあいいんじゃないかな影で声当ててくれればいいんじゃないかな。そういえば榊原よし子って言えば、あの実写で出てましたよね。なんだっけ、立ち食い屋、立ち食い師でしたっけ。あれで出ていたような。後藤さんの後輩の後藤田さん、あ、隊長じゃなくて後藤田。ほう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 、隊長って後藤隊長じゃなくて後継の人か。なるほどね、髪型だけは似てるっていう。へえ、ありがとうございます。なかなか興味なかった、あの レイバーが動きが軽すぎて笑っちゃって見る気なかったんですけど、ちゃんとその後が見れるならば見てみたいですね。あ、ほんとだ、これグレイゴーストは特殊兄貴の聴者を攻撃したとされてるって言ってるから、本当に攻撃してるんだ。またやるのかなこのミサイル発射シーンの撮影したあのカラオケのビデオを拡大するっていう、あれやるのかな。そもそも荒川さんいないか。ほほう、そのヘリは陸上自衛隊から失踪中の天才女性パイロット灰原玲が操縦していたのではないかってこれに微妙にネタバレ書いてあるな、やめよう。なるほどね、ちょっと興味あるんでドラマバージョンレンタルショップ行って探してみます。ネットフリックスでやんないかな。OKOK ありがとうございます私の知らなかったレイワーの後話があるってのがちょっと面白そうですね。よし、じゃあゲーム続きいきましょう。そういえば立ち食いシリーズでのあのスピンオフが微妙すぎてひっくり返ったっていう話はまあやめときますか低予算だなーっていう。うん、SD 画質でいいならバンダイチャンネルで見放題。ほう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 、バンダイチャンネルは一月980円でしたっけ。で1ヶ月だけじゃなく、1ヶ月だけは入れなかったはずなんで2ヶ月か。バンダイチャンネル特に見るもんないんだよな。前加入した時見たかったボトムズ全部見ちゃったし、あとアイアンリーガーも全部見たし、パトレイバーは別に借りなくても見られるからいいし、借りないじゃねえや、ストリーミングしなくても見られるし、レンタルショップ行ってなかったらかな。銀河英雄伝説全話とかやってくれれば見たいかな。私あの本編は見たんですけど、外伝の方が半分ぐらいしか見てないんで残り見たいな。うん、ちょっとこれいらない、いやスイフト欲しいか。2ヶ月間映像だけを見続けるのはなかなかですね。さすがに
2ヶ月だと、見るものなくなっちゃうんじゃないかな。バンダイチャンネル、バンダイ系しかないから、あまりね、見たことあるやつもう一回見たいっていうのはなかなかないですから。多少興味があるクラスでも見ちゃうべ。ああ、確かに。確かに加入するまでは見ないと思っていたアイアンリーガー見ちゃいましたからね。予想外に面白かったんで、ね、全部見ちゃいましたからね。そうか。あえて言うならば、見たいと言ったらば、なんだろうな。まだガンダム作る前の富野由悠季作品見たいかな。太陽の騎士、太陽の戦士ダグラムか、あれぐらい面白いやつがあれば見たいけど。でもあれも見たんだ。ダグラムむちゃくちゃ面白かったですね。あそこまできっちり導入から終わりまで書いてくれるアニメは想像ないですね。あれは本当に面白かった。今のアニメだったらば絶対作れない充実っぷりでしたね。ストーリーの12話で話を終わらせるものと60話ぐらいで全ての話を終わらせるのじゃ全然違いましたね。なもんで、もし見るならばダグラもおすすめです。何でしたっけ、ガソリンエンジンのロボットのやつ、あれも見たんだな。あれも結構面白かったですね。トライダー G7 じゃなくて、ハンドルで動かすロボット。ダメだ、パッと出てこないな。もう殴るしかない。あとこれ死んだような気がするな。大丈夫か。防御してため、防御できない。3ダメじゃあ1個足りないな。いや足りないな。一応、いや3ダメならば自爆入るから倒せるか。よし、クロスボウ、クロスボウでスイフトはレベル3ですね。フリートフォーデッド、スイフトレベル4欲しいですね。どんな効果あるんでしょう。ノールいけるかな。さすがにいけるだろう。これは魔法攻撃かな。防御がないけど、これで3ダメか。3ダメプラス敵の自爆で勝ちだ。OK。頭ないからこれかな。ファイヤーレベル2。これファイヤーとスイフト二者択一になっちゃうな。バンディットいりません。バンディットは勝てる気がしません。防御できないならばフレームスマッシュ、違う、フレームラッシュ。
これは、これ使っとかないと削られる、消滅する可能性があるんで、使っちゃいましょう。うん。防御で力ダメ。カードが1枚減る。防御しかできない。畜生が。でも、次、物理が出れば、勝てる。よし、先制でこれで3ダメプラス2なんで5ダメですね。OK。ファイヤー3。スウィフト、イグネート欲しいなぁ。スウィフトなくなっちゃうなぁ。イグナイトかな、こっちかな。スイフト欲しいな。これ取っちゃうと3ダメ貫通がなくなっちゃう。でも長期的に見ればイグナイトの方が強いから交換しよう。死体ぐっちゃぐちゃになってそうなオーバーキル。追加で元々ある体力分をライフ2の敵に対してぶち込んだんで、多分形残ってないでしょうね。ミンチ状態だと思います。えぐいですね。ちょっとノール繋いでいっても仕方ないな。そろそろ新しいレベル3の武器欲しいな。ここに置いてもよかったか。レベル3の敵はまあ今のライフなら倒せるかな。バンディットは無理だけど。ファイヤーブラスト。で、フューリー発動した。先制で殴れば2打目で自爆で勝てる。よし。ブレード2か。ブレードも強いですね。スイフトなくなっちゃうけど。スイフト捨てるのもあって、出たか。ファイヤー伸ばすっていう選択で行くのもいいな。シミター取って、スイフト捨てて、ブレードっていう選択肢。いや、スイフトでも、いいのか。スイフトの方が、防御もあっていいけど、そっちにしろ先制ダメージ入るから、いやこれ以上強くできないこと考えると現状維持の方がいい気がするな。ちょっとこれはお金にしよう。お、よし、ベアオール3、これでいいかな。うん、防御してライフ1回復。魔法先生にダメージ。こいつもフューリー持ちなんですね。次のターンでフューリー発動しちゃうか。魔法でカード1枚増やしましょう。よし、来た、イグネイト。消え、でもカード1枚減っちゃうな。だからこそ使わなきゃいけないか。あ、見てなかった。魔法防御あるかどうか確認してなかった。魔法防御ないんで、これ使えば勝利。これはイグネイト捨てちゃうからない。これもない。これもイグナイト捨てちゃうんだ。レベル3だけど、使えないな。残念。道
血がつながらない。だっ、いや無理か。スコーピオン戦ってみよっか。しまった、これ余計なこと配置しないで宝石を置いた方が利益にはなった。うわスコーピオン、あスキルないんだ、スキルじゃないや、タレントないんだ。防御がない。だったらは貯めましょうか。魔法を試してライフ1回復、カード1枚増える。貫通、魔法で先制攻撃で3打目。カード減らしか。防御して力ダメ。イグナイトは死んでも離さない。優先して使っていきたいですね。後回しにするっていう、あれはもうやらないっていう方向で。ああこれ回復されちゃうな、攻撃が無効化されちゃう。3打目あれか、あれってなんだよ。貫通だから先制で2打目殴っとくか。イグネイト来たな、まあ、これしか、これ使うしか選択はないか。スコーピオン貫通持ちすごいですね、貫通ばっかり。あ、死んだ。よし。ありがとう。あ、メイスだ。メイスだと、スウィフトなくなっちゃって、クラッシュ追加されるんだ。クラッシュ、打撃攻撃、防御不能なんだ。ダメージ的にはメイスの方がいいかな。スウィフト2か、魔法伸ばす関係でスウィフトは、いやースウィフトも伸ばしたいけどメイスしましょうか。ノースジかな。脳筋に進んでいきましょうか。魔法使いつつ、魔法使いつつ、いやこれ置いちゃうとダメだ。上でベアオールかな。魔法を唱えつつ殴る、魔法を戦士できないやつですね。しまったな、うまく配置できないな。リナックス選手割の悪いトレードしてませんかわら。してる気がしますけど、あまり使ったことないアイテム使いたいっていう、そういった思考でやってしまいました。攻撃に特化してる感じでカード増やしたりとか、魔法防御2つあったのを捨ててるんで、カードは増えるけどマイナスですね。さっきのすいません。カード増やすか。いや、先制で殴った方がいい。貫通なんで、カード増やすか。お、来た。防御しておきたいけど、イグナイト使った方がいいね。実際、1ダメージしかないけど、ターンエンドで1ダメージ入るから実質2ダメージだから、全然あり。で、これで勝ちだ。OK。スイフトが伸びた時の爆発力という未来を捨てていく。レベル4がどういうカードなのか知りたいんですけどね。ちょっと今回魔法がうまいこと
ね、スタックされていってるんで、レベル3までいってるんで、ちょっと見てみたいかな。あとクラッシュもレベル2ですね。あ、来た。あ、いや違うな、これこれホーリーのレベル4だ。ホーリーが4で、ディバインシールド、攻撃3、魔法攻撃3と縦ウォールってことは魔法の攻撃を全部防げるのか。これも強いね。アーカイン3で貫通の魔法攻撃か。あー、これ交換しよっか。さっきのメイスを早々に捨てますけどこのレベル4のディバインシールド、これ使いたいですね。お、なんかそれっぽい装備になってきましたね。あー、これ繋がらないか。こっちから、いや、ダメだ。バンディット倒せるかな。バンディットやってみましょうか。格上ならさすがに倒せると信じてる。これ歴代カード減らしていくんですけど、これはライフ回復プラスカード1枚。これは魔法攻撃だね。フレームスロー、違う、フレームアロー。なんで3ダメいったんだろう。あ、そっか、ためがあったのか。魔法防御付きだったらば盾で防いで回復しよう。おいしいね。うわ、このカードがあるから本当にこいつ強いんですよね。どうするこれ。3ダメ与えて、あー、いけるか。3ダメ与えよう。よし、これで勝ちだ。先制攻撃して終了。格上なればかろうじて言えますね。あ、スピアも来た。あ、スピア、スイフト、あー、うん、まあいいや。あー、これは交換できないな。スピアってスイフト持ちなんですね。カードが、うまいこと引けないな。またバンディットと戦ってあげよう。うん、いきなり来ますか。いきなり来ますか。ためて回復しよっか。カードも増えるし、まだマシか。防御しないとカード減っちゃうね。これならば3貫通3ダメージいきましょう。プラス1されて4ダメ。よしよしよし。まあ、2ダメだね。これで勝ちだ。OK。あ、ファイヤーレベル4来た。アーカイン捨てちゃうのはもったいないけど、こっちの方がライフ1増えて、さらに貫通のダメージが1増えるから、このヒーターシールドに変えましょう。アーカインレベル4が、
ライフ3回復に、手札カード2枚増える。これも強いね。まあ、これですね。ヒーターシールド。よし、来た。やっと繋がった。バンディットでいっか。敵を倒せば、その分お金もらえるんで、ちょっと、時間かかっちゃいますけど、敵倒していきましょう。これちゃんとカードの数が、このスタックに反映されてるのかな？うん、これはもう選択の余地なく、イグネイト。わお。これは攻撃にダメダメージ。え？に、今砲ダメージ。うん。で、これで魔法攻撃すれば、ファイアーダメージで死んでくれる。交換できない。よし、これでボスに突っ込んで勝てれば次のクエストかな。ウォークウォーロード、いきなり自爆攻撃ですか。まあこれだね。魔法を貯めつつライフ1回復してカード1枚増やす。遠心ジャメわらわら。いや、炎むちゃくちゃ強いんで、やっぱ使っちゃいますよね。ただこのキャラクターは、前使っていたキャラクターは最初から、ファイヤー1レベル持っていたんで、レベル4のファイヤー使いやすかったんですけど、このキャラ、ないんで、ファイヤー持ってないんで、ちゃんと4まで増やすのはちょっと手間ですね。ちゃんと強化できれば、ね、美味しいですね。すいません。敵のタレントで自分の手札を晒すっていう、次の手札を晒す、山札から次のカード晒すっていう能力があって、わかりますね。これで勝つる。うん、これ美味しいですね。美味しいんですけど3ダメ食らいたくないんで、このターン防御していいですか。防御してもよろしいでしょうか。防御してダメージを1ダメに減らして、でイグネイト使うって方向でよろしいでしょうか。3ダメ受けて、いやでもこの次のターンも同じ攻撃されるから、と今使おうが後使おうが同じだから、だったらば今イグネート使うことによって敵に与えるダメージの総量を増やす。こっちだね。次も3ダメだから次防御でいいのでは。はい、すいません。最後の最後にその考えに至りました。すいませんでした。これで防御すればいいんだ。先制で2ダメ。ざまあ見やがれと。これで勝ちですね。イグナイトを穴めよ。敵を発火させて燃やし尽くすっていう、この魔法ですね。えぐいこと極まりない魔法。炎神社になりそうですね。あ、200円だ。やったー。これで新しいキャラクターが増えますね。むしろこのキャラ使い続けて、新しい装備を増やすっていう選択肢もあるんですけど、アルケミストか、こっちの、何でしたっけ？読み方忘れた。こっちの。なんだかんだでイグナイトで4ダメ入ってた。恐ろしい。うん、やっぱり早いターンで、いかに早いターンでイグナイトを敵に当てるかっていう、それですね。
このキャラだとグロースがレベル1持ってるんだ。結構防御か硬いですね。グロースだから回復もそのうち入ってくるからそんなに悪くないな。一応魔法も攻撃も物理も両方効けるのか。アルケミストだと魔法特化ですね。今魔法特化欲しいんだよな。これブレッセドで回復が増えるんで、これ実質2回復ですね。でも魔法特化しすぎてこれ物理防御ないの辛すぎるな。だったらあれか、このバーバリアンか。バーバリアンのこの死んでも2ターンだけ生き残るっていうこの能力使っていきましょうか。この人にしましょうか。火力特化すぎて使いづらい気がするんですけど大丈夫と信じて変えましょう。ジェーダさん。死んでも2ターン残りつつ死ぬ未来が見える。私もその未来しか見えませんね。むしろそれしか見えない。この魔法のとこだときついんで、こちら。さっきクリアしたところの次のダンジョン行きましょう。フリー。ディフィート、ミノタウロス。ここ行きましょう。ちょっと能力も試したいですからね。おい、そんなところにいるのかい。目の前すぎますね。ちょっとこれ配置できないな。こっちに伸ばすか。いきなりゴブリンでも倒せる気がするけど。ちなみにミノタロスさんはライフが10ですね。あ、こいつファイアーインプだ。大丈夫かこれ。大丈夫か。ない、ね、ファイアーとかついていたら、かなりやばかったですね。魔法防御はない。これって、今使って効果あるのかな？キャンノットダイディスターン。あ、これ死ぬターンに使えたこと？そういうことか。ってことはこれは常に手札に置いとけってことなんだ。これは通常の2ダメージ攻撃で。強っ！いきなり半分切った。あー、これで2ダメージで倒せるんだ。うわぁ、ちょっとこれ死にかねない。ちょっとライフが少ない状態で自爆攻撃は痛すぎますね、これ。ちょっと回復欲しいな。バーバリアンは最初から持ってるスキルないんで、好きなように伸ばせますね。使ったターンと次のターン死なない。あ、そうかそうか。あ、そうでしたね、すいません。さっきそう説明されたのに、また記憶から飛んでた。ギリギリまで持っておいてうまいこと使えってことですね。戦闘ターン短くていいなわら。なかなかいいですね。火力が高い分あっという間に終わりますね。あ、ちなみにこれアニメーション無効化できるんで速度アップ可能です。クラッシュ伸ばしてみましょうか。ちょっと自爆攻撃多いんで通常の攻撃。ちょっとお前動くのかよ、やめてくれ。あ、そういうこと。あ、ってことは、ミミックが追いかけてきた時のように、敵を置いとかないと、捕まっちゃうんだ。そういうこと。
宝石だ。何やってんだバカか、あの宝石が。宝石を、いや、1,2,3 だからいけたな。グッバイリナックス。やってしまった。あれ勝ちようがないですよね。この人倒してうまいこと何かもらえればいけるかもしれない。次ボス、ここで死ぬんだよ。次ボスですね。あ、でもこれなんかデスウィッシュっていうのは発動してるっぽいですね。これ今敵の、敵のターンですけど、あ、敵のターン、カード引いていても出てこ、あの、場に出てこないんで、このデスウィッシュの効果が、シークアウトハイレベルモンスターズ、敵が自分より強ければ、HP プラス2になるっていう、え？シークアウトレ、ハイターレベルモンスターズ、自分よりレベル高い敵が出てきたら、HP がプラス2になって、になるっていう。これ関係ないよね。これ、単純に出ていないだけ？まあこれはもう全力でやるしかないんで、殴ります。グレーアウトしてるからついてなくない。ついてない。ああ、あれ？わかった。今ほら、さっきアニメーション切ったんで、ここに表示されてないんだ。これそういうことだ。やっちまったな。確かにグレードアウトしてるんで、効果ないですね。ほら、アニメーション切ったんで、ここのアイコン表示されてなかったんですね。すいませんでした。いろいろやらかしましたね。自爆攻撃で1ダメで、3ダメだから、貫通でいけるか。あ、間違った！これじゃなくて、防御すればよかったんだよ。何やってんだ。あ、勝った勝った。ちょっとアニメーションカットは、無謀ですね。リンク、これおもろそうやん。ほう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 。自分でアニメーションカットしたのに、その状況を見ていなかった。ネバーマインド。心のトラウマに苦しむ人々の超現実で謎めいた心象世界へプレイヤーを誘う、バイオフィードバックセンサーを使ったプレイでは、ネバーマインドはプレイヤーの恐怖をキャッチ、不安に駆られたプレイヤーは容赦なく襲いかかります。何ですか、それ。心拍センサーつければ、自分の状況に応じて、AI ディレクターが突っ込んでくるんだ。アドベンチャーゲーム、パズル。どうも自由に動けるタイプじゃないっぽいですね。ある程度先に進んでいく、クーロンズゲート的な感じのアドベンチャーか。まあ、ミストと言えと、いい感じですけど。なんか、これと似たようなゲームってなかったでしたっけ？なんだったかな？うわ、気持ち悪い。ノーマルムインヘルじゃなくて、ハーフライフ1のモッドであった、何だったかな？ Steam で無料配布されているあのゲーム。あれっぽい雰囲気ですね。
あれ？これ日本語対応してる。英語だから遊べないって言おうとしたのに。あ、そうなんだ。すいません。これすごくバッド評価なんですけど。なるほどね。ちょっと高いですね。ちょっとこれはお安くなってからでよろしいでしょうか。まあ、なんだ、いろんなアドベンチャーより、うん、マッドマックスのゲーム版がようやく日本でもそっち買った方が楽しめそうですねなかなかあれですね、うん、ちょっとこれは保留ということでお願いします。あんまりアドベンチャーゲーム最近やっていないんで興味はあるってはあるんですけど、やはりアドベンチャーゲームだとね、テスクさんがよくやってますからねテスクさんにお願いする方向でどうでしょうか。最近もまたソーマとかやってましたね。おー、そういえば今日からスチームにも税金かかると思ったんだがまだ来てないか現地時間でなんでしょうかね。明日から税金かかるんでしょうかね。もしくはあのアマゾンみたいに税込み価格になるとか、表示されている値段に、値段は変わらないけど表示されている値段に税金がかかって、あのデベロッパーの懐に入るお金が減るっていうねそういうことが起きそうなんですけど、ちょっといろいろあれですね。あ、これ HP プラス1、こっち取りましょう。ギャー、これいきなり殺しに来てんですけど自爆ですか。でかいあるから2ダメ以上与えれば1ダメプラス、一応防御して1ダメ減らそう。リンク、お、ありがとうございます。なんでしょうね。ローラーコース、え？ローラーコースタータイクーンワールド。え？ローラーコースタータイクーンってあの、昔のゲームのあれですか？なんかこれ昔の感じですけど。新しくリリースされました。へぇー。あ、これ昔のやつか。昔のやつが、見せて新しいのを見せるのか。あ、新しいちゃんと 3D になってる。これ4分とかありますね。へえ。ローラータイクーンの新作ですか。ローラーコースタータイクーン。これ20ドルか。え？一番安い時に20ドルか。4980円。フルプライス。最近のゲームとしてはお高めですね。あれ？これ日本語あるの？日本語ないよね。日本語ないけど、説明文は日本語か。へぇー。まあお値段的に私は すぐに買うことはないでしょうけど、安くなったらやってみたいですね。ありがとうございます。すごいね、昔のゲームの続編とか未だに出るんだ。 OKOK、 ストラテジー系やると時間が死ぬほど食い過ごされますからね。2打目防御、貫通で2打目当てるか。そうすればでかいがあるんで実質3打目。防御がない。あ、すいません、これ勝ったこれ、あ、いや待てよ、3打目でマイナス1だから4だよね。で敵は自爆して3になるから
3ダメ与えれば、でかいもあるし、これ勝ったのか。いや、でもこれフューリー、いや、フューリー発動する前に倒せるんだ。よし、勝った、勝った、よし。やったー、ハウル。よし。すいません、勝ちました。あ、バーバリアン強いわ。火力が高い攻撃がある分、なんとかなりますね。ありがとうございます。お金は全然ないけど。よし、ちょうど時間も死んで終わるかと思ったらクリアして終われたんで、今日はここで終わってみましょうか。このディテーブルアイコンアニメーションは注意して使いましょうと。はい、そんなこんなんで、あ、最後にちょっとダンジョンの状況見せとくか。はい、今のところこれだけ。まだ4つクリアして2つ残ってます。これまだまだあるんで、多分まだ半分にも達していないんじゃないかな。なかなか先は長そうですね。はい、では今日のところはこんなところで終わろうと思います。いや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 、パトレイバーの劇場版が、劇場版が面白そうっていうのと、テレビシリーズが気になりますね。一応メモしとこう。実写、カード出しは終わったかな？終わってますね。そういえば、グルーピーの今日から始まったチップチューンマンドル、私予約し損ねたんで、ちょっとしょんぼりですね。あれ、昨日見た時やってなかったんだけどなーって思って、ちょっとしょんぼりしました。ダブってるなぁ。まあいいか。はい、では終了いたします。ご視聴並びに書き込みやアドバイスや情報ありがとうございました。まあ、パトレバー情報というか押し守る情報ですね。とても参考になりました。また次回もギルド・オブ・ダンジョニアリング、これを行ってみたいと思います。ピットのスカウトさんの続きもやりたいんですけど、このダンジョニア、ギルド・オブ・ダンジョニア、ダンジョニリアリ、ギルド・オブ・ダンジョニアリングを、まあ、キリがいいとこまでやってから、また、フィットですね。はい。では、また次回、貼りましたならば、適当によろしくお願いいたします。お疲れ様でした。最近、アニメになっていたゲートを一巻読み始めたんですけど、意外とアニメまんまじゃないんですね。多少違っているんですね。そこが面白いですね。はい、では。